川の流れの実験をしてみます。水深と流れの速さの関係を調べるものです。ここのグレーの部分は浅瀬を作りました。それに対して黒い部分は水深が深くなっています。深いところと浅いところで流れの速さがどうなるかということを調べてみます。浅いところでは速度が遅いことがわかります。浅瀬では速度が遅いことがわかります。これは底と水の間の粘性摩擦によって浅いところではその影響が大きく流れが遅くなるのです。